とりあえずこの秘密アイテム使ってみるか。まずはミスターマネーから仕留めるか。ん？うわ！先生、今日の1時間目は何ですか？1時間目は鬼ごっこをやります。あ、楽しそうじゃねえか。先生、鬼は一体何人なんですか？今回の鬼は一人です。はあ！これは圧倒的に鬼側が不利ではないか。ですが、その代わり鬼側はこの秘密アイテムを使うことができますよ。あ、先生、それは一体どんな能力なんですか？まあそれは使ってからのお楽しみだね。まためんどくさい授業だね。また今回鬼側になった人がクリアした場合、賞金1億円が手に入りますよ。1億だと？先生、僕がやります。バナナ君の他にやりたい人はいますか？よし、それじゃあ鬼はミスターバナナ君。このアイテムの使い道は一体何なんだ？それじゃあ目的地まで移動しますよ。すまない！すまない！あ、ここが今回の舞台か。それじゃあ今回はこの遊園地で鬼ごっこをしてもらいますよ。ちなみに制限時間は10分だ。楽しみだ。ここは逃げ応えがあるな。よーし、みんな逃げるぞ。1億円を手に入れるためにも何としても勝たなくては。なあなあ、正直言って今回5対1だろ。楽勝すぎねえか？さすがに10分だけで5人を捕まえるってのは至難の技だからね。はあ、秘密アイテムを持っているようだが、それでも俺を捕まえることは決してできない。いや、逃げる側がこれだけ有利だということは強力なアイテムだということでしょう。ま、いずれにしろ全員捕まえるのは無理だろう。あそこに固まっているね。さて、どう仕掛けるか。開けた場所にいるから今飛び出していったら確実にバレる。どうする？ま、とりあえずはこの秘密アイテムを使ってみるか。なんだ、あいつらの動きが止まった。確かに奴らは何も気づいていない。時間が停止したのか。ん？ミスターブルー、後ろ！うわ！今のうちに逃げるぞ。ちょっとやり方ひでえけど、ま、逃げるためには仕方ねえな。ミスターブルー、今度何かおごるから許してくれ。くそ、兄貴の野郎。かわいそうに、みんなの犠牲になったのか。なあ、ミスターブルー、ミスターレッドに復讐したくないか？ま、奴の居場所を教えてくれれば僕が奴を仕留める。奴が憎いだろう。ふん、その話乗ったぜ。弟のおかげでなんとか助かったな。俺は逃げ延びることができた。だがみんなとはぐれちまったな。ま、ばらけてた方が探す側は大変だろう。さて、早いところ隠れ家を見つけたいところだが、ちょうどいい隠れ場所があるじゃねえか。この花の後ろに隠れて、まあ見つかることはなさそうだ。どうだ、これならあいつを見つけにくいだろう。絶好の隠れ場所を見つけたぜ。弟には感謝しねえとな。ミスターバナナ、
ミスターレッドの居場所を見つけた。了解して、時を止めるか。ふっ。時を止めていられる時間は30秒。まあ、それだけあれば十分こと足りる。そして時は動き出す。さて、次は誰を仕留めるか。おう、バナナの野郎、急に現れやがってびっくりしたじゃねえか。お、ここは。お、ミスターブラックにミスターマネーじゃねえか。おめえら、無事だったか。ご無事でしたか、ミスター銀さん。はあ、この俺が捕まるわけないだろう。ま、心配してなかったけどな。にしても、ミスターバナナの能力、あれは一体何なんだ。急にミスターブルーの後ろに現れたからな。止まったか。ミスター銀さん、お前にはここで消えてもらう。お、どうしたんだお前ら、急に。え、おえあ、あ、一体何なんですかね。急に TNT が現れたと思ったら、ミスター銀さんが吹っ飛びました。あ、ミスターマネ、無事だったんですね。何度も言わせるな。俺が捕まるわけないだろう。まあ、それもそうですね。ですが、ミスターバナナの能力、侮れません。ねえ、あいつらはどこへ行って。確か、ここら辺に逃げ込んで。二人とも、追い詰めたぞ。はあ、どんな手品を使ったのか知らないが、この状況でも貴様は俺を捕まえることはできない。あなたの秘密アイテム、かなり強力なようですね。ふん、その通り。さて、まずはミスターマネーから仕留めるか。ミスターマネーが串刺しに。一体ミスターバナナはどんな能力を。な、まさかここまで追ってくるとは。ミスターブラック、あとはお前だけで。まずいですね、なかなかに早いです。差が一向に縮まりません。いや、縮まってほしくはないのですが。それにしてもミスターバナナの動きがカクカクしていて何かおかしいのですが、あれは一体どういうことなのでしょうか。瞬間移動しているような動きです。足場が悪いですね。このままでは足がつっかえてしまいそうです。待て、ミスターブラック、それ以上逃げても無駄なことで。無駄かどうかはまだわかりませんよ。あ、いつの間にか後ろに。瞬間移動ですか、あなたの能力は。あ、ここが行き止まりとは。もう逃げ道がありませんね。捕らえた。うっ、あ、何ですかこれは。しまった、それを使わせるわけにはいかない。なるほど、時を止める能力ですか。通りで動きが早いように感じたものです。ならばこうしましょうか。ここは一体どこだ。お前たち、ミスターバナナ、さっきはよくもやってくれたな。鬼ごっこだったのに、わざわざあそこまでするとはな。はあ、この俺に働いた牢石、ここで払ってもらおうか、ミスターバナナ。うわっ。